これは…アリス様、あなたは相変わらず麗しい。しばらく見ないうちにさらにお美しさを増したかのように伺います。その青き宝玉のごとき僧帽に見つめられる幸福がいかほどか、どんな高名な詩人でも歌うことはできないでしょう。アリス、完全に不機嫌になってるじゃないか。エルドリエもこの辺りでやめておけばいいのに。その冷静さもあなたの麗しさを引き立てている。まさにそれでこそ気高きアリス様のお姿です。やめないのか。今の私は冷静というよりお前に呆れに近いものを感じています。呆れ？ええ、お前のその口ぶり、元老長チュデルキンに少し似ていますよ。あ、申し訳ありません。久方ぶりに見る上菓子のお美しさについ感動してしまい、称賛の思いを抑えられませんでした。まったく、凍結解除されたばかりで頭がまだ鈍ったままなのではないですか。いいえ、ご心配には及びません。凍結されていた間の心身の鉛などもはや微塵も存在いたしませんので、このエルドリエ、アリス様の弟子として武功を立て、混乱渦巻く人海を完膚なきまでに守護してみせます。必ずやアリス様のお役に立ってみせますので、どうぞお許しを。与えられた任務に対して真摯であろうとすることは大切です。これまでと変わらず尽力し務めを果たしなさい。しかし、私の役に立つために行動する必要はありません。では私は用があるので失礼します。アリス様、なんていうかものすごい忠誠心だな。あ、よし、そろそろ俺も行こう。ん？貴様、いつからそこにいた？いや、今通りかかったところ。それじゃ。待て。え？貴様に話がある。正直に答えなければ許さん。わかった。一体なんだよ話って。それではこちらに来い。ここでは通行の邪魔になるのでね。え？さっきここで長々とアリスを褒めてたじゃないか。貴様、やはり盗み聞きしていたではないか。盗み聞きというか、あんなに目立つ感じで話してたらついつい聞いちゃうだろ。目立つ？目立つような行動を取った覚えはないが。え？自覚なしなのか。ともかくこちらへ来い。それでなんだよ話って。前々から疑問に思っていた。貴様は随分とアリス様に馴れ馴れしい。一体それはなぜなのだ。馴れ馴れしいかな。別に普通じゃないか。貴様はアリス様とどのような経緯で仲を深めたというのだ。仲を深めた？別に俺たちそんなに仲がいいって思わないけどな。よく喧嘩もするし、アリスに叱られてばっかりだよ。アリス様は私や他の者にはそんなことはしない。貴様の馴れ馴れしい態度から見るに、貴様とアリス様が打ち解けたゆえであろう。そうなのかな、わからないけど。言ったはずだ、正直に答えなければ許さないと。さあ話したまえ、貴様がアリス様とどのように仲を深めたのか。アリスと仲を深めた出来事って一体何だろう。まあ、人と人が仲良くなる原因って言えば、一緒に危機を乗り越えたりしたことだってよく言うよな。危機…ああ、そうだ。脱獄した俺たちはエルドリエと戦った後、いろいろあってカセドラル最上階を目指したんだ。でもアリスに待ち伏せされてて戦うことになってさ、俺たちが技をぶつけ合った時に大理石の壁が壊れちゃって、二人で外に放り出されたんだ。だから仕方なくその時は休戦して外壁を一緒に登った。外壁とはセントラルカセドラルのか。
まあそうだよ。正直どうにか生き残れてよかったって感じだった。まあ、それで状況が状況だから二人で協力し合おうってことになって、俺が豪祖でくさびを作ってそれを足場にして、まあそうそう、アリスが自分のコテを形状変化させて鎖にして命綱を作ってくれたんだ。それでお互いをつないだんだよ。何？お互いを鎖でつないだ？え？そこに反応するのか。まあ続けよう。それで俺が鎖を壁に突き刺して足場を作って、アリスと一緒に上に登っていったんだけどさ、途中でミニ、いや空を飛ぶ敵が襲ってきてさ、細い足場に乗っかったまま戦うなんて無茶があるから、命綱を掴んでアリスを広い足場に着手できるよう放り上げたんだ。なんだと？いやあれはあの後散々アリスに怒られたな。けど悪気はないし、アリスのためにそうしないと二人もろとも落っこちると思ってさ。それは重々承知だ。外に放り出された原因は貴様がその無粋な剣技を放ったせいであるとはいえ、お互いの技がぶつかったせいだって説明しなかったか俺。アリス様のお命が助かった件に関しては貴様に感謝すべきであろう。だが貴様、先ほどから聞いていれば一体何なのだ。アリス様の貴重なコテでできた命綱を使った上に、アリス様大事なお体を軽々しく放り投げただと？やはりお前は許せん。いやなんでだよ、仕方がなかったって言ってるだろ。事実には相違がない。仲が深まったかどうかわからないけど、やっぱり剣を通した関わりって大事だよな。仲が深まったというか、打ち解けたのは俺とアリスが本気で剣を交えたからじゃないかな。そうだ、お前はアリス様と戦ったそうだな。なあ、それについては知ってるのか？当然だ。我ら戦後騎士の中ではもはや語り草となっている、あのアリス様と互角に戦った剣士、それがお前だとな。まあ互角というか決着はついていないけどな。本気で最後まで戦ってたらどうなったかわからないぞ。決着はつかなかったとはいえ、本気で剣を交えたことには変わりない。アリス様もお前の実力は認めている。それゆえか対策本部の活動でもお前の名を出すことは多い。エルドリエはアリスの弟子なんだろ？だったらアリスの剣を受けたこと何回もあるんじゃないか？それはあくまでも稽古だ。本気で立ち合いをしたことは一度もない。私はアリス様と命のやり取りをするような戦いを挑むことはないし、これからもその機会は決してない。私はただ一人の弟子だ。アリス様に忠誠を誓い、そばで我が師をお守りすることが私の使命。ひざまずき教えを請うことはあろうと、対等に剣を交える仲にはなり得ないのだ。そうか、エルドリエは本当にアリスのことが好きなんだな。誤解するな。私は俗物めいた感情でアリス様に接しているわけではない。分かってるよ、好きって言っても別に変な意味じゃないって。しかしお前の強さは確かだ。極限めいた妙な技を使うとはいえ、褒められてるようでけなされてないか俺。アリス様がそこまで認めるものが現れるとはな。だが私もお前に負けてはいられない。アリス様のお役に立つことを許されるためにも弟子の誇りにかけて精進しなくては。ようエルドリエ、そこにいたのか。騎士長、お前に対処してほしい魔獣の討伐依頼があってな。遠方の森で発生したやつなんだが。この森？しかし数が多いらしい。誰か他の戦国騎士も同行させるぞ。それには及びません。私短期で務めを果たしてみせましょう。いや数が多いんだろ、何人かで行った方が効率いいんじゃないか。できる限り対策本部にいる騎士は温存しておいた方が、急な討伐要請があった時に対応。いけるのか？はい、必ずや全ての魔獣を討伐してまいります。わかった、
それじゃ行ってきてくれ。ありがとうございます。それでは失礼を。短期でわざわざ行くなんて。まあしょうがねえさ。わざわざ止めるほどの危険地帯でもねえし、奴の腕は確かだしな。またお前にも頼むことがあれば声をかける。それじゃあな。まあ、わかった。エルドリエはアリスよりも年は上だけど、31番だからアリスの弟子なんだよな。かなりとっつきにくいところはあるけど、本当にアリスのことを大事に思っているみたいだ。キリト。あ、アリス、どうしてここに？用事を済ませたので、この先の店で物資の買い足しをしようと思ったのです。お前は何を？ああ、さっきまで少しエルドリエと話してたんだ。それでエルドリエは討伐依頼でさっき出かけたところ。そうだったのですね。あの、キリト、エルドリエはどのような討伐依頼を受けたのです？ああ、なんだか森で数が多い魔獣の討伐依頼だった。でも短期で行くって飛竜に乗って行ったよ。またですか？またって？エルドリエは凍結解除後、やたらと短期でダークテリトリーや魔獣の討伐に向かうことが増えました。おじさまはエルドリエの意思を尊重していますし、私も無理に止める気はありませんが、エルドリエが何か心得違いをしているのかもしれないと思うのです。心得違いって？エルドリエは自分が凍結されていた間戦力になれず、私たちに迷惑をかけた、そう誤解しているのではないかと。だから挽回しようと躍起になり、一人で任務をこなそうとしているのかもしれません。エルドリエは責任感が強い性格ですから、それに私の負担を減らそうと動いている嫌いまであります。人界のために戦うのは当然ですが、私の役に立つ必要などないのに。だからあんな言い方をしたのか。そうだったのか。確かにそういうことならありえるかもな。とはいえ真意は分かりません。そのエルドリエはお前に何を話したのです？師匠とはいえ、私もエルドリエが何を考えているかを伺い知ることはできません。何かお前に話したことにエルドリエの思いが隠れているのかもしれないと思いました。ほとんどエルドリエのために黙っていた方が良さそうなことばかりなんだよな。いや、特にたわいもない話だよ。ただエルドリエはアリスの役に立つために弟子の誇りにかけて精進したいって言ってたな。弟子の誇りですか？気になるのか？エルドリエは十分強い。私が追っていけば過干渉になるでしょう。でも心配なんだろ？それにアリスの本音をエルドリエも知りたいと思ってるんじゃないか？あ、そうですね。心得違いをしているなら主として導くべきです。まあ俺もそう思う。キリト、お前も一緒に来てください。な、俺もか？魔獣の数が多いということなので、お前にも手伝ってほしいのです。なあ、わかったよ。エルドリエ。アリス様、キリト。さすが、魔獣は一匹残らず討伐してたな。当然だ、私は責務を果たしたまでのこと。それよりアリス様、なぜここまでいらしたのです？それはお前、怪我をしているではないですか。ああ、わずかに油断した隙にやられましてね。しかし大したことはありません。貸しなさい、チューします。あ、はい。アリス様、あの、この大バカ者。アリス様。いつも言おうと思っていました。でも過干渉になることを恐れ、心に秘めていたのです。しかし心得違いを正すのも死の役割であるならば、やはり私はお前を叱ります。お前はなんとバカな弟子なのです。バカって2回言った。アリス様、私は何か失態を犯したのでしょうか？
魔獣はこの通り、すべて討伐した次第です。私が今言っているのは任務のことではありません。お前の心への問題です。心へ？もしお前が凍結されている間のことを挽回しようとしているなら大きな間違いです。もちろん戦力としてお前は貴重です。しかしお前の不在ゆえに迷惑などかけられた覚えはない。アリス様。なのにお前は誤解して私の分まで一人で任務を果たそうとして、本当に大バカ者です。申し訳ありません。私は凍結されてしまったお前が目覚めて心より安堵したのです。お前はその安堵を裏切ろうとする気なのですか？アリス様のお言葉の通り、私はとんだ大バカ者です。そんな心配をおかけしてしまうとは。それでも私はアリス様を支えられるよう、お役に立てるよう、さらに剣を鍛え精進したかったのです。それが私なりの弟子の誇りなるものでした。言ったはずです。私の役に立つ必要などないと。私はお前をとっくの昔に認めている。もう十分お前は私の役に立っている。しかし無茶なことをするお前は私の弟子ではありません。アリス様。私は確かに短期で動くことが多くなっていました。ですが毎度というわけではありません。私には他にも目的がありました。そして今回はどうしてもこの場所で守りたいものがあったのです。守りたいもの？はい。できれば他のものには見せたくなかったのですが、これ以上隠し事をするのは良くないと思われますので、私の後ろにあるものが答えです。ん？これは小さな苗木？これは金木犀？はい。実は剣の鍛錬で訪れたこの森の空き地にて金木犀の苗木を密かに育て世話をしていたのです。その非常に申し上げにくいのですが、短期で出向けば討伐の帰りにここへ寄っても怪しまれず、誰にも知られずに世話をできると思いまして、いつか苗木が育ち金木犀の木になればアリス様に一番にお見せする気でいました。アリス様の剣の銘と同じ金木犀が花を咲かせるまで育て我が師への贈り物としたい、そう考えていたのです。なるほど。サプライズ、いや壮大なびっくり計画だったわけか。だから何度も短期で討伐に向かったと。お許しください、アリス様。どうしてもこの苗木を他の者に見られたくなかったのです。それにやはりアリス様がおっしゃったように、私は間違った負い目を感じていました。ですが今後はそのようなことがないよう。たとえそんな目的があろうとも、私はこの苗木よりもお前が大切です。弟子の誇りならば師である私が保証する。お前は私にとって誇れる弟子です。アリス様、ありがとうございます。そのようなお言葉をいただけるとは、私感激のあまり身が震えております。なんともったいない甘露のごとき響きであることか。この幸せを何に例えればよいことでしょう。このエルドリエ、アリス様のお言葉を胸に刻み、これからは無謀な振る舞いをせぬよう心がけたいと思います。分かったのならば良いのです。アリスって多分厳しい鬼師匠だろうけど弟子思いなんだな。鬼とは何ですか？とても大きい体をしていて、頭には角が生えてて、それでまるでダークテリトリーの魔物のようではないですか。私の指導を見たこともないのにお前は失礼極まりないですね。いやだってアリスの指導っていかにも厳しそうだからさ、弱音でも吐いたら問答無用って切られそうっていうか。そんなことはしませんよ。なんならお前に稽古をつけてあげましょうか。アリスがどんなに優しい指導をします。やっぱり鬼じゃないか。それは相手がお前だからです。
やはり。ん？どうしたエルドリエ？キリト、貴様は気に食わん。え、なんでだよ。いい話になったじゃないか。お前が私の指導に口を出すからです。アリスまでエルドリエの味方につくのか。アリス様、本当にご心配をかけ失礼をいたしました。それでもいつか私はこの金木犀の花を咲かせあなたにお見せしたい。これからも変わらずこの苗木を育てることを許してくださいますか。ええ、もちろんです。お前が無茶なことをしないのならばの話ですが、お前が咲かせてくれるのを待っていますよ、エルドリエ。ありがとうございます、アリス様。必ずやいつかお見せいたします。エルドリエとアリス、お互いの思いが伝わってよかったな。